ピンポンパンポン。この動画には以上の要素が含まれています。ご理解の上視聴してくださいね。よう、毎度どうも、ゆっくりマリサだぜ。毎度、アインです。解説役の達也です。前回はセレスティアルフェザーを3つ集め終わり、日記を発見したところです。さて、これで氷をどうにかできるのか。さてな、日記の人物も無理だったらしいが、バードさんならなんとかできるんですかね。そうか、今はあいつがいるもんな。バード、これで氷を解くことができるか。中から人が。バードの相棒さんですか。盛り上がっているところ悪いが、私たちにも感謝してほしいのだがな。まったくだぜ。へえ、水丸昔は大きかったんですね。どういうことだ？お前はサンクチュアリ以前の私を知っているのか？セレスティアルウルフ。ここに来て根性ときたぜ。寝起きに好戦的な感じですね。おっと、鳥系ばっかりだな。バードがバッファーな感じですかね。編成を見るに鳥系強化とかもありそうだ。気をつけていくぞ。向こうが鳥パーティーなら、こちらは精霊パーティーです。後ろ3体は違うけどな。バードは物理特化タイプみたいですね。魔法の鳥タイプってそういえば少ないか。ラブーガとかはそうですよね。堂々はバランス系だったか。コナユキちゃんはシールドメインでいいとして、相手にもバフがついてるから、それをなんとかしていきたいな。数を減らすって意味だとバエロが楽ですかね。回避2割か。複数回攻撃だからフルヒットは難しいよな。今の主力技は2ヒットなので意外とサクッと当たるかもですが。ここはもう少し凍結を重ねてやるとしよう。いいですよ、水丸。げ、ライオットか。おわぁ。粉雪に集中できたな。敵ながらあっぱれ。追撃がすごいスタックしてるから、防御脆いやつに集中攻撃来るとあっさり落ちそうだぜ。やはり前段ヒットとはいかないか。うわわわわ。アデラークまで一気に持っていかれたぞ。ここからが本番。とりあえず、浄化の炎で解除していくか。よし、さすがおこんさん。お前のバフは俺のもの。バエロは倒したぞ。こちらも年季が違うからな。相当落ちるぞ。
ましょうねむ、シルバエロは復活持ちか。でも次あたりで一層できそうな。アゼラークがかなりギリギリだな。粘ってくれて感謝ですよ。こいつで決まりだ。さすが水丸。こうなりゃもう消化試合だな。ビクトリー。えへへ。愚弄者。柱ってことは、神様か何かなんです？私はそこまで大層なものじゃないさ。あそこのごつい木か。世界樹すごいですね。お？言われてみれば、マップ的にも上にあるんだな。あなたはなんで封印されたんです？世界樹を守られると邪魔だからか。2000年ぶりですか。そりゃ見覚えのない植物なんかがあってもおかしくないか。ふむ、根っこということは地下に潜る必要があるな。お？お？バードの卵か。これで音符の壁をどうにかできるわけですね。それは助かる。お前からはまだまだいろいろなことを聞きたいところだったんだ。世界中で強化されたモンスターか。こちらはもう強化のしようがないですからね。しかし、ただ根っこをかじっただけのやつに負けられんからな。それもそうです。ヘドロブロブってマウントなんだな。確かにあそこは移動速度落ちるので。でも必要な場所ありましたかね？今のところないんじゃないかな。快適になるくらいで。お、バードは鳥、戦士ですか？そりゃ物理系メインのはずだぜ。なかなか愛嬌のある表情ですね。愛嬌っていうのか？あれ？で、お名前なんですが。ここは私に任せてくれ。ほえ？珍しいですね。スナフキン、と。あれって、ハーモニカだったはずですが。いや、帽子と旅が好きそうな感じも合わさってさ。よくわかりませんが、よろしくです、スナフキン。すでに見覚えのないアイコンのスキルがあるな。
ミンネザング？マルチヒットの回復か、デバフ除去もあるからなかなか強いな。あとは何やら装備している楽器が増えるとってのがありますね。ふむ？ってことは装備なんかに、楽器表記が増えたのはバードのスキル用か。なかなか優遇されていますね。ステータスも魔法関係ないタイプだから育てやすそうなのはいいな。そんなわけで、せっかくなので楽器関連のパッシブは全部取りまして。あとは物理バフや単体回復に特化した形だな。ここのオートリストアも便利そうですよね。攻撃時に味方のデバフ除去は強いな。耐久面は少し不安ですが、こんなもんですね。さすがに装備フィルターに楽器の欄はないか。フルート、オカリナ、あとは以前の装備でドラムなんかもありますね。よく覚えてたな、偉いぞ。えへへー。回復効果上昇するからそこまで相性悪くもないか。武器は、そうですねー。とりあえず、ここに来て増えたカタールにしておきましょうか。クリティカル物理武器だし、これも悪くはないが。武器で楽器があるなら欲しいところだな。まだ音符関連の壁を見てないので、そこにあるかもですね。ほぼバード用だもんな、楽器。あとは忘れずにスキルポーションと。え？あ、あれ？アゼラークはともかくオコンまで使ってないのか。録画していて一番びっくりしました。スキル一つ覚えていなくても十分強いってこったな。それでは音符を消していきましょう。いやー、マップのマーカーが便利だぜ。お？あ、ちょうどシフトストーンもまだなので使いましょうか。ライトは、ターン開始時にデバフ除去。えらい攻撃伸びますね。ダークは追撃系か。こっちはバフも付与と。これは悩ましいですね。しかし、名前の都合上色合いがそれっぽいので、ライトシフトにしておくか。一度拠点で装備の強化もしてきましたので、ワープしてから地下に向かうか。おや？すいません。気の早いじいさんだ。これで地下はどんなもんでしょうか？うん？ひびがあるな。しかしあの高さだと。普通に殴ることはできませんし。ランピート。やるやん。メガポーション。なんだかんだで地下での収穫で便利なのはこの子ですよね。チャージマウントか。以前にあればどれだけ便利か。音符壁もかなり多そうなので、基本はスナフキンにしておきますか。ここも20になってるしな。崩れるまで少しかかります。スイッチストーン。といったところで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。それではまた。
ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価をいただけると次回作につながります。